月10日私の誕生日ということで、同じ誕生日をシェアしている、ASMR ベニオちゃん、ベニオ店長さんと、一緒にプレゼント交換をしました。ベニちゃんのチャンネルでも、私が彼女に送ったプレゼントを、回答するっていう動画を、公開されているので、ぜひそれもチェックアウトしてください。ぜひ同じ誕生日っていうことに運命感じてて、それで一緒にプレゼント交換しようっていう話を持ち出したんですけれど、ぜひ皆さんにもリラックス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 できるようなコンテンツになれていたら嬉しいです。はい、箱はこんな感じで、ベニちゃんが箱を送ってくれたのは12月の最後らへんなんですけれど、オランダの郵便局がすごく遅くって、届くのに2ヶ月くらいかかってしまって、1ヶ月か、それでね、ここに遅れちゃってごめんねっていうステッカーが貼られてたんですけど、なんかもうそれで解決させようとする高校員な感じですね。さすがオランダって感じですけれど、それを最初に読んでみたいと思います。手紙、何が書いてあるか、手紙、ベニオちゃんのサインがついてます。これとマウント取ってもいいかな。みんなにサイン付きの手紙もらいました。最初に読んでね、ハッピーバースデー、かわいい。かわいいケーキ、ケーキ。みんなこれ見てて、これ何色？2022年の2月10日で私20歳20歳になりました。イエーイ。20年生き延びました。サバイバル。かわいい、かわいい、かわいい。ケイちゃんへ、お誕生日おめでとう。身近な方で同じ誕生日の方に初めて出会ったし、それが YouTube を始める前から大好きなけいちゃんですごく嬉しいです。優しく声をかけてくれて、仲良くしてくれて本当にありがとう。こうして遠く離れた日本とオランダでプレゼント
しいです。けいちゃんを思いながらいろんなプレゼントを箱に詰めてみたから、楽しんでもらえるといいな。けいちゃんの特別な二十歳がハッピーで素敵な優しい。そしてね、最後にね、イカオファニョってこうオランダ語でI love you って意味だね、書いてあります。やだ嬉しい。なにこれ、壁に貼ろう。かわいい、かわいいじゃん。なにこれ、これさ、かなりのレアなものじゃない。これ、これあのベニオちゃんのファンの方だったらいくらしてね、これめちゃくちゃレアじゃない。これウルトラレアね。多分こうスターゲームとかだったら星が5個ぐらいついてるぐらいレアなカードだと思います。いただいちゃいました。嬉しいな、ありがとう。ベニオちゃんの1年も素敵でありますように。最初の最初に開いてた、ケイリー2021 Fall and Winter Collection T Society。 多分なんかお洋服のブランドだと思うんですけれど、ケイリーっていうお名前なのかな、同じ名前だ。Same name, same name。 人間、スチロールとかなんかそういう細かいところをこう細かいところに凝っているのがさすがだなって思います。ほら見て、これハート型、さすがだよね。さすがさすがさすが、そういう細かいところにこう凝っているのがベニオちゃんだなと思います。喋りながらこう潰していくっていうスタイルですね。大好きなピュレグミとケイちゃんの大好きな果肉干し梅を送ります。美味しく食べて、ね、ありがとう。あのね、何のプレゼント欲しいって聞いてくれた時に、私あの果肉の干し梅が大好きだからそれが欲しいって言ったら、あのいろんなところ回ってね買ってきてくれたの。オランダ
干し梅が売ってなくて、だから本当に1日3袋くらい食べたいくらい好きな干し梅なんだけど売ってないの。ぜひ美味しく平らげていただきます。日本買ってるかわからない。ピカチュウ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 、ありがとう。これ何色、みんなこれ何色。シュチュシュチュ、こういう動画って結構集中途切れちゃうと思うけど、見てね、お願いします。お願いします。これ何色、これは、これは何色、そうだね、これは何色、そうそうそう、これは何の形、丸、そうです。グッジョブ。次、たくさん、あ、何個だこれ、シュガーマミーだね、完全に。ありがとう。若干ママ活。ありがとうございます。干し梅、反対側で書くの難しいな。おいしい干し梅、食べさせていただきます。基本的になんかこうおばあちゃんが好きなようなものが好きなので、なんか干し芋とか干し梅とか茎昆布、茎わかめとか梅干しとか納豆とか、ね、やっぱ茨城県民なので、出身が茨城なのでそういうのが好きです。あとおしんこ、漬物ね。私が店長に書いた手紙の文字をちょっと天と地ぐらいの。ついてるものは全部ミッキーマウスって認識しちゃう。もう完全にディズニーに洗脳された頭です。こういうなんかこう動画で使えるようなものを送ってくれるっていうのが、こうさすが同じ投稿者だと思うんですよね。こう友達とかこう YouTube とかやってない人だったら、そういうのちょっとこう、なんていうの、そこまでいかないと思うんですよ。
時はなんかあのルームバンドだったじゃないですか、6年前ぐらい。でその後なんかあのハンドスピナーになってみたいな、こう必ずなんかしらこうプラスチックでこう手をもぞもぞできるものがさ流行りますよね。ファンサービスじゃないこれ、みんなめちゃくちゃ羨ましいでしょね。もうこんな中もうめっちゃ特別扱いしてもらえて、名前呼びしてもらえて、なんかアクセサリーまでもらっちゃって、みんな結構ね、ペニオちゃんのファンね、結構羨ましいんじゃないのかしらすごいマウント取る嫌なやつ。これ絶対使わせてもらいます、ありがとう。同じ名前なのすごい嬉しいね。こうしたらなんかあの迷子になって記憶喪失になっちゃった時とか、首にあの手の周りについた毛は自分の名前が何かってすぐ分かるので、すごい嬉しい。めっちゃ可愛い。ちょっと待って、ここにもケイリー、めっ
かわいい。わあ、超嬉しい、ありがとう。自分の名前がついてるのって嬉しいね。これみんな何？これ何の文字？何の文字読める？これは、これは、ティー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 、これは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 何？これは何？これは、そうです、正解。コービニタッピングさん。すごい気が利くね。ちょっと言い方変になっちゃった。なんて言えばいいの、なんかこうこう500歩先まで考えてそう、うん、いい意味でなんかこう包容力、すごく嬉しいです、ありがとうございます。ケイリー・ザ・ストア、これさ、ケイリー・ザ・ストアってケイティの店っていう意味、ケイティ店っていうわけじゃなくて、私が売っているっていう、こうブルーケイティが売られている場所とかそういうのじゃないからね。すごい嬉しいな、ありがとう、ベニオちゃん、ありがとう。この本は何としてでも返します。上手ですよね、こう自分の絵を売れるっていうの相当なスキルだと思うんですよ。超嬉しい、これバッグにつけさせてもらいます。もうあの街中、オランダの街中を歩きながらオランダ人に、ベニオ ASMR を宣伝するという、あのベニオ ASMR 大使、ナンバーワンに就任させていただきました。就任ありがとうございます。嬉しい、超嬉しい、めっちゃ可愛い。お次は何やこれ、一
瞬さ、一瞬あの注射だったからあのいけないものかと思っちゃった一瞬あのね、あの一瞬あの注射だから動画では見せてはいけないものかと思ったもちろんね、ジョークですよ、ジョーク。なんだこれ、メディヒールマスキングレイリングアンプルエクセルトーニングショット preventing dark skin tone de-stressed skin。 あ、なんかあれか、なんかめっちゃ濃厚な化粧水みたいな、こんな感じで多分肌にのせてこうキラキラになるよっていうスキンケア。いや、めっちゃ嬉しい。これ韓国のやつですよね。やだ、嬉しい。こういうのってすごいオランダで手に入れるの難しいんですよ。難しい。オランダ人口そもそもあんまメイクとかスキンケアあんましないのでね、こう日本とか韓国みたいにそういうビジネスがあまりこう盛んではないので、すごく嬉しいです。ありがとう。なんで今匂い嗅んだんだろう。なんだろう、これペニオちゃんも使ってるのかな。これ注射でチュー、ありがとう。ぜひ後で使わせてもらいます。ちょっと今ニキビあるんで自分でつけるの難しい。よいしょ、できた。じゃじゃーん、プチプチプチ面白いこれ。ぜひ動画で使わせてもらいます。 Oh yeah、 なんかめっちゃこうフューチャリスティックな感じじゃない、これ。なんかサイボーグ的な何かがあるよね、これね。ありがとう。お家でストックしているお気に入りのスキンケアアイテムをお裾分けします。メッティヒールのアンプルはお肌の赤みが気になるとき、ローションの後に3滴照らして3回に分けて塗って。何これ、天使が舞い降りてきた。どうした、やば。これさ、このこういう風にこうパッケージ、プラスチックにパッケージをこう入れちゃうところとかも性格が出てるよね。これペニオちゃん絶対 A 型でしょここのこう丁寧さにすごく心がトゥンクトゥンクしてます。トゥンクトゥンク。
ました、ベニオさん、ベニオ様様、お墨付きスキンケアプロジェクトいただきました。めっちゃ嬉しい。スキンケアはね、いらない人はいないと思うんですよね。これめちゃくちゃ嬉しいな、ありがとう。使わせてもらいます。そしてベニオ師匠のような肌になれることを待ちわびて、嬉しい、ありがとう。韓国語今勉強してるんですけれど、これよよ試しに読んでみましょうか。ちょっと悲惨になると思うけど、なんだ、閉めますね。もう私は喋らない。Moisture supply wrinkle improvement。 シワを取ってくれるスキンケアだそうです。セルフィーぜひ撮らせてもらいます。まあこういうのつけなくても普通にあのヒゲとかちょっと生えてくるんですけれどまあそういうのはみんなもそうだね。別に人間なんで毛が生えてるのは当たり前だと思う。別に恥ずかしいと思うわけではないと思うし、はい、でもぜひつけさせてもらいます。ありがとう嬉しいな。次、多分これで最後だと思います。そうだね、よし。ね、これさ、何気にこのいただいたこの発泡スチロールのやつがめちゃくちゃ嬉しいんですよ。これがこれめっちゃ可愛くないですか。それに動画にもこう音いい音だから夫婦できる、めっちゃ嬉しい。次、日本で一時期流行ってたガチャガチャおにぎりリングの袋入りタイプを見つけたので回答を楽しんでお寿司のリングだって、めっちゃ可愛い。おにぎりング、おにぎりング、おにぎりング初めて見ました。なんか多分一回ツイッターで見かけたことあるんですけど、実際に見たのは初めてです。めっちゃ可愛い。
しそう。めっちゃ可愛い。こんな感じです。めっちゃ可愛いおにぎり。おにぎりってこう何とも言えない可愛さがありますよね。にさ、こうやって婚約してる人に結婚し してって言われてほしいなって言って、こうディズニーランドか行ってさ、相方の方、相方って笑い、お笑い芸人じゃないんだけど、相方の方がこうやって膝になって、はい結婚してくださいって、これも即結婚するよね。これ即結婚。どれをもらったでしょう。みんなどれをもらったか分かるかな。正解はネギトロでした。ネギトロ、ネギトロ。見てこれ、この分かる、このサイボーグ感、これめっちゃイケてない？やば、こちらの塩むすびかおかかかウニかあされのしぐれ煮か、黄身卵の醤油漬け。みんな中にどれが入ってると思う？当たったら1円玉あげます。どれかな。醤油漬けでした。すげー、あれみたいだよね、ちょっとぐで玉感。ごめん、ちょっと私の指がちょっと太いからいな。あ、できた。どうこれ。 I'm swagged out, yo. Look at me, I'm swagged out. これもうめっちゃ、もうこれスワッグ感。見てよこれ。みんな当たったかな。ということで動画は以上となります。みんな少しでもリラックスしてもらえたら嬉しいです。20歳の誕生日をこのような形でいろんな方に、祝
祝ってもらえるのすごくありがたく感じます。YouTube を始めてからいろんな方にお誕生日おめでとうって言ってもらえて、もっと昔なんて誕生日覚えてくれる人なんて家族しかいなくて、家族にも誕生日忘れられた時があったのねすごくいろんな方に覚えてもらったり、こう気にかけてもらえたことをすごくありがたく思います。ぜひ悔いのないような二十歳にしたいと思います。大学とかいろいろ忙しいんですけれど、忙しいのもいいことだと思うので、いいこといいこと、忙しいのもいいこと、あまり無理をせずにできるだけ素敵な一年にしたいと思います。皆さんも誕生日おめでとうございます2月の方はもう、3月の方も4月の方も5月の方も6月の方も7月の方も8月の方も9月の方も10月の方も11月の方も12月の方も1月の方も、皆さんお誕生日おめでとうございます。ぜひ一緒に素敵な一年にしていきましょう。ではおやすみなさい。ベニオちゃん本当にありがとうございました。仲良くしてもらえてすごく嬉しいです。YouTube 同じやってる方と話声かけるの、こう前はシャイだったんですけれど、こうやっぱり自分から声かけないと何も始まらないなと思ったので、一番よく仲良くしてもらえてすごく嬉しいです。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。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 ありがとうございます。なんで早口になったのかな。 Thank you so much for watching and I'm very happy to be able to celebrate my birthday with you guys. There's been times where before I started with YouTube, you know, like I haven't not many people knew my birthday, obviously. Like there were times where even my parents forgot about it. But I'm very, very, very honored and grateful and happy to be able to be in such a place where many people know my birthday and they can celebrate it. So I'm very grateful and I'm hoping that you also have a wonderful year, whether your birthday be in this month, next month, or the ones onward.